あおちゃんペンをイいトみてちょっとびっくりしたんですけど収益化して2週間たった2週間だよ、えー、さっさと収益化すればよかった、まあ、皆さん応援してくださいってことなんですけどなんとたった2週間で24万1581円やばって思わないこれ昔からじゃあ収益してたらさすごいよねだからまあ全てのさその2週間分のさあの シューしてからのツイートだけじゃなくて、過去のやつは伸びてるわけじゃん。ね、コミコミでこんだけじゃん。でも、その過去のやつはさ、2週間前のやつは、あのゼロからじゃなくてさ、その伸びてる段階からまちょろっと伸びてるから、まあ、ちょっと加算じゃん。で、2週間分は、もろゼロから、今のさ、その再生数まで加算されるから、まあ、すごい額なわけじゃん。ね、これ、やばくないこれ、ってことはさ、単純計算でさ、1月でさ、 50万稼げるんだよすごでも人間ってねあの、まあ、この人のことじゃなくてさまあアホだからねもっとこうしたら稼げるんじゃないかっつってねちょっと過激なこと言っちゃったりとかねなんかエロなやつ乗せちゃったりとかしてねなんかバンされちゃうんだよだからまあねまあこういうふうにさ、まあ、稼げるようになったらさ逆にね堅実にやっていくべきだと思うけどねでまあこのアホちゃんペって人さ、まあ、すごい人気あるよね支持されてるよねでさまあ かっこいいなとか、うらやましいなとか、まあ、思う女子とか多いと思うんだけどさ、でもこの人の場合さ、まあ、高校ぐらいからなんか、ユニットとかって芸能活動してたわけじゃん。そういう流れがあって、こうやってるわけなわけよ。で、この人のまあ活動、まあ、最近知ったんだけど、見るとさ、まあ、結構さ、パンチの効いたツイートしてるじゃん。で、常にこの人、ストレスとね、隣り合わせだったりもするよ。まあ、大変は大変だと思うよ。だから、決してね、あの、なんか、うらやましがったりね、真似した、 しない方がいい方がと思うよ、まあ、この人だからやってるんだよね。まあ性に合うんだろうね。っていうことでさ、まあ俺はまあ彼女の,まあその活動を見てると、活動つってもまあツイートしか見てないんだけど、まあちょっとなんか、まあ、若いからね、まあなんとかこの感じでいけるけど、もうちょっと年齢いったらさ、もうちょっとなんか迷路になっていくと思うよ。まあやっぱパンチの効いたことを言う分、その分ね、やっぱストレスになるわけよ。まあ跳ね返りってあるからね。 ってことであすごいよね、24万、まあ。くれぐれもね、まあ、すごいとか、羨ましいとか思わないようにね、まあ、自分は自分、この人はこの人って思った方がいいと思いますよってことです。どうもありがとうございました。